おはようございます。おはようございます。勝俣ストリートビュー博多編2日目です。そうですね、夜は長かったんですけど、まだでも日が出てないですね。そろそろこう山の間から日が出てきますから。昨日はこう生きるパワースポットに会いましたけど、今回は本当に訪れるパワースポット向かってます。我々が市場に乗り込んで、そこの市場の空気を吸おうじゃないかっていう。福岡の方のパワースポットを詳しい方に聞くと 100% 太宰府も素敵なんだけど、ここがいいですよっていう場所があるんですよ。僕もだから本当だから20年以上前からそこをプライベートで訪れて、で行く人行く人がみんな出世するんで、その博多の町から太宰府までの道のりと5分10分しか変わんないんで、ぜひともここに訪れてほしい。プラス世界遺産に認定されている場所なんで。ありがとうを考えるだけでもう日々の感ほんと綺麗だね。朝日ね、やばほら、もやができてこう田んぼの上に。いや、神々しいでしょ。うわ、すごっ。うわ、すごいいい天気だね。見てください、宗像大社ですね。これ宗像って読むんです。ほら、誰もまだ汚してない、生まれたてのこの酸素を吸いながら参道を歩くというね。いや、いい。で、本当はこの近くで海があって、海の神、あの海の漁師の方がお参りに来るとこなんですよ。そうなんです。だからもう我々芸能界もそうですけど、さまざまな社会がこう大海原じゃないですか。その自分たちの会社が沈没しないようにとか、無事大量で帰ってくるようにっていうお祈りをしに来るとこなんですよ。ほら、誰もまだ来て、これいいでしょ。誰もいないんですよ。ほんと綺麗に掃除されてるでしょ。枯葉も落ちてない。だからこれは僕たちが起きるそのまだ真っ暗な時間から神社の方々がお掃除をしてくれてるんですよ。いいでしょ。いいですね。綺麗、あの気持ちいいですね。そう、太宰府は太宰府で、またここに来る前にいろいろお土産さんがもあるんですけど、ここはもうなんかこうドシッとした感じが、ほらすごいよ。ほら、鯉もすごい。池の鯉ってこんな想像しないでしょ、この量。あー、いい。ほら見て、これちゃんと神様がいるっていう感じするよね。で、なんかさ、ああいうその風で揺れてるんでしょうけど、こう迎え入れてくれてるっていう感じが好きだ。あと僕はね、狛犬が好きなんですよ。見て、このかっこよさ、これはいないんですよ。このかっこいい狛犬っていうのは、もっとみんなあのパグみたいな感じの狛犬もいるんですけど、獅子でしょ、これなんですよね。だからこれが今口を開けてる方ですけど、はい、口を閉めてるっていう。見て、ほら、これかっこいいでしょ。この肉付き、これなんですよ。だから沖縄のシーサーも口を閉じてるのと閉めてるのがちゃんと。だから一説によると、エジプトのピラミッドっていうのは、ピラミッドの前にいるスフィンクスは狛犬なんじゃないか、スフィンクスは本当は2体あったんじゃないかって説があるんですよ。すごいすごい。うわ、いいな。素晴らしい素晴らしい。いや、いいね。
多分これが本殿で、この上のまた参道があるんだろうね。ちょっとこうって行ってみます。だから僕もあんまりこっちを歩いたことないですけど、矢印があるから。参道ですって。ああ、まあちょうど散歩するにはいいんじゃないですか。もう上行っても7分とか。参道にこういう砂利がなんで敷かれてるか知ってます？この砂利を踏む音っていうのが人の気をすごく沈めるんです。はい、いいんです。だからで、ほら、ほんと木漏れ日っていうけど、木と木の間からこのね漏れてくる太陽の光がいいわ。なんかあのほら、ああいうでかい木とかいいね。こういうとこから見えるなんかね、あるよね。パワー感じますよね。本当に感じる？パワー感じるって何そのパワーって俺あんまり感じないけどこれなんだろう、いっぱいあんだな、なんかな。へえ。なんだこれ、うん、へえ。ほら、この心よ、洗ってますかと、あなたたち。ここに本当はそう、水が溜まってるんだろうね。手洗いたりするんだろうね。あ、やっぱそのさっきのが第1宮なんだけど、この第2宮と第3宮まで詣れば宗像三宮を拝者と信仰されてきたんだ。みんなだからさっきのところで帰っちゃうんだね。あ、だからここの2つちゃんとお参りするのが 大切なんですよね。え、みんな多分こっちまで来ないもんね。よかったね、こう独占できたっていうか、誰も来てない時間にこうやって来れて。かっこいいな本当にこの筋肉かっこいい本当いいよ。宗像の狛犬は強そうでいい。お清さんっていうね、お母さんがやってたんです。そうなんです、ね、お清っていうのはお清さんっていうお母さんの名前なんで。お清さん、はい。芸的これですね、クジラ。これ何クジラなの？ミンクです。ミンククジラ、アジフライですね。ありがとうございます。失礼します。はい、アジね、置いときますね。はい、どうです、はい、アジで行こうぜよ。これもその定食屋さんがさ、いいか悪いかって、この見て、この具沢山のネギと豆腐とこのお麩、やっぱこの朝起きて一番最初に口に入れたのは味噌汁ですね。うまい、しみる。でこれです、クジラ、最高。うんうん、もうなんかね、牛でも豚でも鶏でもない、やっぱこのクジラ特有のうまさがあるんですよ。でそして柔らかい、うまい。これどういう味付けになってるの？これのある意味生姜焼きみたいなもんですね。ああ、俺はいつもこれ生姜とタレで焼いてくれるんですけど、この生姜ちょっと多めにしてもらって。うわ、いきますね。はい、うまい。やっぱりこう海の近くですから、この味がうまいですよ。いや、いいですね、味が。このタルタルのこの乗せ方ね、どっぷり乗せるっていう。あ、いい音。うん、うまい。うん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 
ません、ごまぶりですね。今ぶりなんですね、今この時期はね。ごまさばも美味しいけど、あ、今ごまさばもあります。博多来たらごまさば食えって言うけど、この時期はごまぶりっていうのがありますから、だからこの甘いタレとそのごまでこう和えちゃってるんですよね。あ、もうこれこそ本当に飯乗っけてのこの感じですよ。うわ、うまっ。サバもブリもだから今脂が乗ってるから、この寒くなってくると最高。超調理ができるチャンピオンっていいよね。格闘家か、かっこいいな。見てこのゴツゴツの手。ほら、ほら、もう違うもん。俺女の子の手みたいでしょ。やっぱ格闘家の手って太いじゃん。じゃあちょっと酔っ払い現れても大丈夫ですね。かなりこのローで倒して。じゃあ海行ってもらおう。よいしょ。おー、ドーム綺麗で、こっち海ですから。あ、そうなんですか。そうそう、松が生えてね、うん、ほら、白い浜だよ。博多はこれがあるからいいよね。うわ、ねえ、いいね。なんかこんな、なんかこうあったかい日に釣りして、だからこう博多の男の子と女の子はやっぱりデートで必ずここ来て、水筒とって言うんじゃない。いいですね。いいよね。はい、後ろドームがあるっていうのがいいね。東京ドームの近くに海ないもんね。ないですから。いやー、ちょっと別な景色でいいですね。これは夜来てもいいんですよ。夜来てもこうネオンが綺麗なんで、すごく海外みたいだよ。だ、意外とこの博多に遊びに来てもこの海来ないんですよ、みんな。海がこのビーチがあること知らないんですよ。すごいよね、こんな街のすぐ横にこんな綺麗なビーチがあるんだよ。続いて、はい、博多のおすすめ、はい、もう中心地ですかね。もうここがもうど真ん中に今近づいてますね。はい、はい、どんな感じの。今度は東京とかにもその料理の美味しいお店はいっぱいあるんですけど、はいはい、その調理法がちょっと違うんですよ。もうそれも昔から通われてるというか、タモリさんに教えていただいて、ここ地元なんで、あ、うん、僕はよくその博多に遊びに行ってるって言ったら、かっちゃんあそこ行ったことあるかったら、え、何ですかったら、あそこのこれがうまいんだって。いや、それはもう東京で食べてますよ。いや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 、とぜひ博多のその店に行ってくれという、そんなグイグイ来ないあの人が、いや、かっちゃん食べてみてよって。で、その時あのいいともでレギュラーで、はい、スマップも剛とか慎吾も出てて、で、このドームとかでコンサートやる時にやっぱりジャイっつって行って、みんながハマるっていう。出前とかもしないんで行かなきゃいけないんですよ。もう近づいてきましたよ。 あの犬だったらもう吠えてますね、その香り香りがしてきて。よいしょ。え、本当ど真ん中ですね。もうだ、夜はもう本当ににぎやかな通りですよ。あ、香りしてきた。マスクしてるからね、香りがもうしてきてるんですよ。着きました、着きました。さあ見てください、看板、吉塚うなぎ屋さんですね。うなぎ、うなぎです。あ、なんかすごい綺麗になってる。新しい、ほら、もう嬉しい。10時半からやってんだから、10時半からうなぎって食えないでしょ。
東京だいたい11時半ですから、はい、こんにちは。あ、どうもありがとうございます。あ、どうも。ほら、見てこの川、川とこの柳と、いいね。いいよね。だって福岡博多でうなぎって浮かばないもんね。はい、僕も多分吉塚さんがなかったら福岡では多分うなぎ食わないと思うんだよね。東京が絶対一番うまいだろうと思ってるから、うん、でもやっぱりここはちょっと別物なんですよ、うん、東京のうなぎって蒸してから焼くからちょっとしっとりして柔らかくてちょっとクリームみたいに溶けていくじゃないですか、うん、ここは蒸してなくて焼くだけで、だから外がカリカリなんです、中ふわふわなんですよ、うん、そうそう。でも大阪で都市伝説が一つあって、はい、ここは出前しないんですよ、うん、ただ一箇所だけ出前してくれるっていう説を僕は聞いたことがあって、それはどこかというと、スマップがコンサートやるときにコンサート会場にうな重を出前してくれるって噂があるんですよ。来れないから、そのコンサート前にこのうなぎを食べたいって剛か慎吾が言ったんじゃない、うん、メンバーも食べたいっつって、じゃあスタッフもっつって、都市伝説でおばらしてた方が夢があるよね。そうですね、うん、で、はい、ありがとうございます。失礼いたします。すごいね、ブリブリ肝すごいよね、もうマッシュルームみたいだもんね。これが新鮮だからこうはち切れるみたいな、パッツンパツンなんだよね。いただきます。うまっ、うまっ、うわうまい。あ、ありがとうございます。気持ちいいですね、上手でございます。チャンチャカチャンチャカチャン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 、ここがだから分かれてくるんですよ、ご飯に乗せてんじゃなくて、でこれを開けるとご飯なんです。それでのタレが、そうだから、うなぎだけ単独に食べてもいい、白いご飯を食べてもいいし、もうやり方としては自由なんですよ。わあ、めっちゃ嬉しいこの肉厚感だよね、肉厚感だ、このまま食べても、え、つけないんだよ、まあ、タレはついてますから。あ、そうか、うん、最高、ナンバーワン、一番うん、タモさんありがとう、相当うまい。で、こう煮込みアトリアでこうタレに入れて、こうご飯にのせて、ご飯といただいてもいいんですよ。いただきます。最高、最高だね。こんな分厚い普通うなぎで、この甘めのタレがうまい。でもちょっとこう山椒好きの人なんかは山椒かけてってもいいんですよ。いいね、いいね、いい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 いうまいうまい、肝吸いの肝もこんなマッシュルームみたい、うん、おいしい。うまい、肝吸いも美味しい。このタレもうめんだな、やっぱな、タレ、うん、蒸してないのになんでこんなふわふわなんだろうな、ほんとカリカリ感がまたうまいんだよね、ふわふわカリカリ。
ぱいいよ福岡は、うん、ね、もかっ、うん、うまい、ほんとうまい。デザート行きましょうよ、じゃあ。締めのデザート、はい。ここですね、はい、はい、アマオです。アマオ、アマオ、どうもこんにちは。はい、アマオ専門店ですよね。そうですね、アマオが入ってるアマオクリームのどら焼きとか。あ、なるほど、はあ、アマゴリ、アマゴリのゴリではゴリラじゃないですから、ね、そう、見て見て、ほらこの感じ、このアマオを凍らすので、これで作るの、これ贅沢だよね。アマオの味じゃないんだよ。本当にイチゴが好きな人はこっちのがいいよね。生産加工してるからこれができんだよね。そのぐらいじゃないと削れないんだ。やった、アマオスムージーさあ、いやスプーンで食おう。これ吸ってすると分かんないもんね。まあ普通のスプーンなんですけど、こっちの方が分かりやすいから。うわ、うまい。うわ、これはほんと美味しい。あー、美味しい。やっぱ俺いちご好きだから、いちごの中でもアマオはやっぱ一番うまい。ほんとこんな贅沢なスムージーないね。うんこれはもうほんとにおじさんでも嬉しいね。おじさんでアマオで喜んでます。うん、アマゴリ、アマゴリも来ましたよ。これはちょっとかじってもらって、ちょっと待って、うんうん、うわ、うまい。だってもうさ、アマオで完璧に美味しいのに、この練乳がまたうまいわ。あー、美味しいわ、ほんとに。どうでした？いや、もう外しがないっていうか、外しがないレベルじゃなくて、全て100点満点ですから。で、まだまだこの倍ぐらいありますから、第2代第3弾もできるのが博多だね。なんかいいよね、ピンクのものって幸せだよねなんだろうね、50半ばにしてもピンクのもの幸せ、うん、ほんと記者号にしたら60だからね。できれば高評価お願いします。ツイッターも開設したので、そちらの